ハローワールド、皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。本日はいかがお過ごしでしょうか。今日は焦りについてお話ししたいと思います。今の流れに基づいた焦りなのですが、今の流れっていうのはおそらくこう自分よりも世間が少し早く流れているように見えてて、自分自身が少し停滞しているように感じてしまう。だから動かなきゃ動かなきゃで自分の心が焦って先走ろうとしてしまう。で、そういう先走りで1、2、3って積み上げようとしてしまう。だからどんどん心が疲弊してダウンして、あ、どうしたらいいんだろう、なんか心地がわからないな、幸せがわからないなっていう風になりやすいのかなという風に思います。なので自分自身の心をまずゆっくりにさせてあげる必要がある。皆さんがもし焦ったとしても、皆さんがもしゆっくり行ったとしても、結果っていうのは必ず変わらないんですね。そう。だから焦いで目的地に行っても、ゆっくり目的地に行っても必ずそれは変わらないので、ぜひ今心を穏やかにして落ち着けてあげてください。自分の心を落ち着けてあげる、穏やかにしてあげる、ゆっくりにしてあげることに理由はいらないんです。焦っても無駄ってことです。そう。で、今の流れについてちょっとお話ししたいんですけども、今の流れっていうのはものすごいいい流れなんですね。で、いい流れをもっとさらに良くするには、ゆっくり自分の心を保つこと、そして1ではなく 0.1 ずつ積み上げていくこと、ほんの少しずつ積み上げていくことが大事。例えば夜眠る前に、わあ今日あれ終わってないなと思ったら 0.1 やってあげること。1ではなくて本当に些細なことから、それを毎日やってあげることがすごい大事なんですね。僕の場合は1、2、3で積み上げようとして、うわ今日できなかった、明日できないな、昨日できなかったなって思って、自分の心が疲弊して次に繋がらないって場合が多い。じゃなくて、うわ今日ちょっとしんどいなって時は 0.1、 本当に小さなものを積み上げようとしてください。まあ、これ無駄かなと思う、その 0.1 を積み重ねてあげることによって空白の積み重ねが行われるんですね。今これを見てる方の中で、今この瞬間を変えたい、自分の人生を変えたい、自分の世界を変えたいって思われてる方たくさんいると思うんですよ。そういう方で自分の何かを変えたい、そんな時は今と今のこの間を変えるようにしてみてください。物事が変わる時っていうのは今と今の間で物事が変わるんですね。未来とか過去で変わるんではなくて、今と今の間で変わるんです。だから自分の意識を常に今持っていて、そして今と今の狭間に自分の意識を組み込む、組み込ませる、こう挟み込むような気持ちを持っていることが大事。先日お伝えした通り、自分の気持ちによって意識っていうものはものすごく早く司られるんですね。なので自分の気持ちに嘘をつく行動だったり、自分の本当の思いに嘘をつく行動だったり、自分のしたいことをしない行動だったりっていうのは、自分の気持ちをいさめすぎてしまう、自分の気持ちを沈殿させてしまう、沈下させてしまうんですね。これは自分の心にとってちょっと不健康なんですね。だから心地いいとか幸せが分かんなくなってしまう。自分が心地いいなとか幸せだなって感じるっていうことは、とても当たり前なフェーズだと思ってください。これがフラットな状態、これがプラスな状態じゃなくて、これが大前提な状態っていうのが非常に大事なんですね。だから自分の人生の中で自分の心、気持ち、魂、思いを裏切るようなことはしないでください。自分の気持ちによって行動を選ぶことができるんですね。そう。でもなかなか現代社会で生きていると、自分の気持ちを 100% 尊重してあげることってなかなかできないと思うんですよ。そんな中で大事なのが 0.1 を叶えてあげることが大事。自分の願いっていうのは自分自身でしか叶えられない。なぜかっていうのは、自分の願いっていうのはあなたの意識が司っていて、あなたの願う力が強ければ強いほど、それと密接に結びついてくるから引力で願いが叶うんですね。で、もしこの願いとあなたのこの関係性を切り離してしまうと、願いはどっかに行ってしまって消失してしまうわけですよ。
だからあなたの気持ちをあなたがしっかりと目覚めさせておく状態を作っておく。そのために 0.1 自分が本当はこうしたい、本当はこれを叶えたいんだっていうものをちょっとずつ積み重ねておく。空白の中に積み重ねておく。今と今の間に積み重ねていくんですね。そうすると必ず今後11月12月と必ず実ってくるはず。ゆっくりね、焦らず。今の段階はものすごく焦りやすい。だからゆっくり 0.1 を積み重ねて、自分の気持ちに素直になって行動していくといいかなと思います。霊能者が語る今の流れでした。本日はいかがだったでしょうか。感じ考えることで世界は大きく変わる。フラットポジティブにね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いします。アディオスワールド。